黒岩孝弘君。はい、黒岩君。無所属の会の黒岩孝弘です。山下大臣におかれましてはですね、政務官から引き続きですね、大臣ということで、で、まあ、3期目の大臣ということですから、非常に大抜擢だということは、まあ、私もですね、年は一つ違いますけども、同世代として、大変期待をしております。また法務大臣はですね、近年、比較的ある程度の経験者といいますか、まあ、年齢も経た方がですね、なられてますんで、まあ、そういう意味ではですね、まあ、50代が若いとは申しませんけれども、法務大臣にしては若いその立場でですね、まあ、様々な、まあ、維持する政策を進めることも大事ですし、また改革すべきは改革していきたいと言っていただきたいと思っております。で、今回ですね、また外国人受け入れというですね、まあ、大変この国の形を変えるような、まあ、大きな法案ということで、で、私ね、質問通告はあえてしてないんですけども、今日午後本会議に立ちますんで、ただ今のですね、流れで、まあ、いくつかですね、本会議質問の前にやはり確認をしておきたいんで、まあ、大臣、答えられる範囲で答えていただきたいんですけれども、今ですね、特に外国人の受け入れの見込み数について、まあ、大臣がですね、参議院の予算委員会でも、まあ、4万人規模という報道が出ていると、まあ、これについての内訳についてもですね、今繰り返しになりますが委員会質疑でもこれは我々にとって本会議質疑でも同じですので資するように近日中に出していくという中でですね、今各省庁が、見込み数を精査しているという答弁でした。これはですね、今各省庁から、要望のあったまず14業種ということになっていますけれども、まずですね、この業種と我々は使っております。法律では分野になりますけれども、この分野のですね、定義というものは一体どうなっているのか、これ各省庁ごとなのか、それとも法務省としてしっかり定義のあるのかどうか、この点について教えてください。山下法務大臣。分野につきましては、これは改正法の案にもございますように、この分野別運用方針というのを定めることになっておりまして、その分野につきましては、業所官庁と、それと法務省、さらには関係省庁ですね、厚労省であるとか、外務省、国家公安委員会など、そして関係閣僚会議、関係閣僚の皆様とやって、最終的にこの分野別運用方針が決まるということになります。黒岩君。大臣、ストレートに答えていただいて、不確定なら不確定でも結構なんですよ。私が申し上げているのは、今我々は通常使っている業種という言葉を使っています。これは法務省もですね、ペーパーでも今各省庁から上がっている14の業種という言葉を使っています。ただこれは法案上は業種という言葉では分野なんですけれども、この業種または分野というものがですね、これが法務省として、まあ、各省庁にですね、通則的な定義としてあるのかどうか、この点をお答えください。山下法務大臣。ありがとうございます。その分野の考え方につきましては、この基本方針において、まあ、どのような定義にするのかということで、定めるということになります。これは閣議決定される基本方針でございます。黒岩君。ですので、今時点では業種の定義すらないということでよろしいですよね。山下法務大臣。今14業種について各省官庁長から深刻な人手不足であるということで出されているところでございます。そしてそれをさらに分野ということで、まあ、その産業上の分野、人手不足が深刻な分野ということでの規定に関してはこの業種とは異なる概念だということでございます。黒岩君。一個一個確認しますけれども、今おっしゃった大臣の言うですね、基本方針定められる分野、この定義はまだ決まっていない。そして今各省庁から上がっている業種と分野は異なると、この2点確認ですけれども、この理解でよろしいですね。山下法務大臣。ご指摘のとおりでございます。黒岩君。いや大臣、そうしますとですね、今受け入れのですね、見込み数と言ってるんですけれども、厳密に言うとその分野すらまだ定義が決まってないと、そういう立て付けなんですよね。そんな中でですね、今どうやってですね、各その行政所管庁に、業所管庁に精査をさせているのか、どういうやり取りをしているのか、その点について具体的に教えていただけますか。山下法務大臣。まず分野の定義につきましては、法律案におきまして、
人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人による不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものを言うというふうに記載しておるところでございます。そしてこの業種の中でどのように分野を切り分けるかということに関しては、このような先ほど申し上げたような人材確保を図るべき産業上の分野としてどういうものがあるのかということで、関係各省庁との協議の上で決まるということでございます。業種全体にわたって人材不足が発生しているのかというと、そうではない分野もあり得るということでございます。そして今その受け入れ人数のその規模感を示すためにお示ししようとしているのが、結局この制度を運用するにあたって、一体どれだけの特定技能1号あるいは2号ですね、特定技能新たな在留資格に基づく外国人が入ってくるのかということをやっぱりお示しする必要があるんだろうと。でそういった規模感をお示しする中で、今現在14業種というところがそれぞれこの受け入れを希望しているというところで、この14業種ということでの総体ということで受け入れの人数のこの規模感をお示ししようというふうにしているわけでございます。黒岩君。大臣、非常にですね、複雑な法の立て付けなんで、そこをですね、整理して説明いただくと私どもに分かりやすいんですが、今大臣おっしゃいました、確かに個別具体的な分野名、これは名ですよ、定義じゃなくて、分野名は法務省令まで落とし込まないことには出てこないんですね。今我々通常ですね、介護だとか、なんかクリーニングだとか造船だとかいうのを、一般用語として業種と言ってますけれども、これが正式にですね、分野の名称になるには、これ法務省令まで落とし込まなければ何が対象分野か名称がわからない。で問題がですね、私が申し上げているのは、その前の分野の定義はどうなんですかと私は申し上げました。これはですね、今大臣もおっしゃった政府の基本方針に書き込まれるまでは分野の定義すらまだ決まってなくて、結局は今ですね、各省庁が各省庁の府省庁の理解というか、自分たちのですね、理解でこういう業種ですよって挙げてきている、こういう段階ですよね。こんな中でですね、どこまでのことが大臣も精査精査とおっしゃいます。私はかなり概括的なものしか出ないと思っているんですが、精査しているという限りにはかなり正確に受け入れ人数が出てくると私ども理解してよろしいんでしょうか。山下法務大臣。まず受け入れ人数につきましては、規模感を示するためにしっかりとした今精査をしているところでございます。そして分野に関しましては、例えば一定の業種に属するからといって、そこの業種に属する職種がすべて人手不足かというと、そうではない場合もあり得るわけです。でこれ、この受け入れ資格に関しましては、真に要するに生産性向上をやり、そして国内人材の確保もやり、それでもなお足りない深刻な人材に悩む産業分野であるということをやはり認定する必要があるということでございます。でその正式な認定がなされるのはやはり法務省令であるということになるわけでございます。黒岩君。そうなんですね、その立て付けというか流れはですね、私も理解をしております。だからこそですね、お聞きしたいんですけれども、今ですね、じゃあ法務省、じゃあ入管局だと思いますけれども、じゃあどの部局のですね、どの役職の人が今14業種、これは各省、例えば宿泊とか建設になれば国交省に複数あるわけですけれども、この分野ごとのですね、今言った見込み数をどうやって精査しているのか、各省庁に丸投げでしているわけではないと思うんですね。ないと思うんですよ。どういうですね、手順、どういった体制でですね、今精査をしているのか、丸投げで各省庁上げてこい、これはですね、今の大臣のおっしゃっている立て付けからしてもこれはありえないし、あってはならないわけですから、どうやってですね、精査のこの手順を踏んでいるのか、この点をお聞かせください。山下法務大臣。
精査の手順につきましては、これは入管法改正でございます。入管局を挙げてやっているということで、その精査の責任者、入管局においては、もとより入管局長でございますので、精査の詳細については、可能であれば、入管局長をお呼びいただいて、次の機会を与えていただければと思います。そして、もとより法務省といたしましては、これは法務大臣である私が責任者ということでございます。黒岩君。そうですね、通告もしてないですし、担当局長も呼んでないん で、あと分かる範囲 です、ね、もう確認したいんですけども、私もです、ね、実は今日法務委員会の理事会 です、ね、この見込み数について、じゃあいつまでに出るのかというやり取りをしております。これ大臣の耳にも入っていると思いますけれども、明日のです、ね、昼までにこの見込み数が出てくるという答えが返ってきているんですけども、これは大臣それでよろしいですか。山下法務大臣。今のお話はおそらく理事会におけるお話なんだろうと思っております。でその、まあ、この委員会の理事会におけるご判断につきましては、我々法務省としても真摯に受けたまわりたいというふうに受け止めたいというふうに考えております。黒岩君。そうですね、政府としても立法府のこの方針といいますか、要請については真摯に受け止めていただきたいと。で今大臣真摯に受け止めるとおっしゃった限りには、やはり今法務委員会の理事会ではですね、筆頭間協議でありますけれども、明日の昼までにはこの見込み数、この数字をですね、しっかりと、しかもですね、14業種ごとに内訳をですね、出して、そして総数を出すと私どもは打ち返していただいております。これについて法務省としても真摯に答える、すなわち14業種ごとにしっかりとした数字を出していくという理解でよろしいでしょうか。山下法務大臣。いずれにせよ行政府といたしましては、委員会の理事会でのご決定、これについてはしっかりと対応させていただきたいと考えております。黒岩君。私ですね、さっき大臣が法の立て付けについてですね、触れられたんですけれども、私はこの立て付けにですね、大変不信感をというか違和感を持っております。で、これはですね、時系列で言いますと、今日この後の本会議で私あれしますが、法案を成立させると、私も条文みんな読みましたけれども、非常にこれは概括的なもんですよね。でそこまでは国会で審議しますけれども、その後に閣議決定で政府の基本方針を決めると。でこれは各省庁の一般的通則的なですね、じゃあ労働力の不足とはどういったことを指すのかというですね、一つの基準が示される。でその次にですね、これは関係閣僚会議、これは防衛大臣を除くすべての府省庁の閣僚が入っているわけですし、議長は山下大臣になりますんで、官房長官と法務大臣になりますんで、これあれかな、会議の司会なのかな、でも議長は多分法務大臣と官房長官になりますんでね。でその中でですね、今度は個別の分野について、各省庁ごとと言ってもいいんですけれども、そのですね、受け入れの労働力不足の基準、またはですね、これ技能水準もここで運用方針でしっかりと決めていくわけですよ。おそらくですね、今回は受け入れがこんだけで、そこに達する技能水準の人がこんだけいる、ここまでは僕は出せないと思いますよ。おそらく労働力不足というところだけで見込み数を出すんだと思いますけれども、それにしてもですね、今言った立て付けの段階で言いますと、法案が成立した後に、その後に政府方針で、政府基本方針で各省庁にまたがる通則的な判断基準を示し、その後にですね、今言った運用方針、これもですね、厳格に言いますと、規制省庁側、法務大臣と外務大臣と厚労大臣と国家公安委員長、この4人と、そして例えば国交省なら国交省の大臣の5人でですね、話し合って決めていく、ただしあらかじめ防衛大臣を除く関係閣僚会議すべての人たちの了解も得るという、こんだけですね、この後に法務省令に落とし込むわけですから、いわば四重奏になっているわけですね。法案、閣議決定、関係閣僚会議決定、そして法務省が定める省令と。でこの中、これを
私はですね、立て付けとしてずっと入管局からの説明を聞いていましたので、なかなか今までじゃあ規模はといっても答えられないのはある意味仕方のないのかなと思ってたんですけども、明日になって14分野ごと出すという、これはですね、逆の意味でですね、本当に出せるのか。今言ったですね、閣議決定や関係閣僚会議の決定をすっ飛ばしてですね、どういう形で規模感が出るのか大変不思議なんです。ですから今お聞きした、どういう作業でこの大変な大きなですね、ステージをある意味ですね、のかして、そして実務的な数字だけ出てくるのか、このですね、素朴な疑問に大臣答えていただけませんか。山下法務大臣。お答えいたします。まず法律の立て付けの問題と、そしてまた受け入れの規模感を示す受け入れ人数の数字について、これは2つございます。まず法律の立て付けについては、法律が決まった後にですね、これで例えば閣議決定に基づく基本方針が決まり、分野別運用方針が決まる、そして省令につきましても、例えば7条でいう上陸基準省令などでさまざま定めるということも落とし込まれていくわけでございます。これが正式決定の正式なその法律の立て付けでございます。他方で今回そのこの法案審議に資するために提出させていただくということについて、理事会のご決定がありますれば出させていただきたいという申しますのは、このそれぞれの受け入れの要するに規模感ということで、どれだけの外国人の方が新たなこの入国資格で在留資格で入ってくるのかということを示す、それをお示しさせていただきたいということでございまして、法律上しっかりと分野別で決まるというところは、これはやはり法律の受験がないとできないものですから、法律の成立がないとできません。しかしながら審議に資するために実際にこれは受け入れられる規模なのかどうか、それに対してその法務省の例えば今回の改正法案について、これにしっかり対応できる体制なのかどうか、そういった審議をしていただくために、その受け入れの規模感というのをお示しするということでございます。黒岩君。おそらくですね、外国人の需要まではですね、落とし込めないと思いますよ。少なくとも労働力不足数でしょうね。これは求人倍率とですね、求人倍率と現実のですね、労働必要人数と、ことのですね、比較等で出していくんだと、そういったことをですね、各行政所管庁の方にですね、投げてるんだということだと思いますので、それはそれでとしてね、規模感として受け止まりたいと思いますし、私は午後 の登壇で、こういったことが中身に含まれてますので、これもですね、きっちりですね、今後ですね、議論していきたいと思っています。でね、私、入管法自体の立て付け、もともとのですよ、今回、ではないですけれども、これはですね、はっきり言ってさらっとしたものなんですよ。だって在留資格を書き込むってだけで、それについてのですね、非常に技術的で実務的なことは省令に落とし込むというものだったんですけれども、今回ですね、私はこの入管法自体の特性を悪用したとは言いませんけれども、この入管法の立て付けにですね、さらに複雑なものを入れ込んだ。だから先ほど申し上げたですね、閣議決定を間に入れて、関係閣僚会議決定も間に入れて、そして省令まで入れるという、こういう形になってしまった。で、結果としてですね、大変分かりづらいものになってきたわけですね。骨太方針が6月に出て以来ですね、なんせ業種にしたって5業種がバーンと報道されたり、いきなり50万人が出てきたり、途中で14業種になったり、それから25万人になったりと、とにかくいろんな数字は踊るけれども、私たちは中身を聞いても、実は今の立て付けのせいでですね、一切閣議決定もしなければ何もわからないんですよと、こういう説明を聞かされてきたわけです。で、私ね、大臣大丈夫です、これ指摘ぐらいで終わらせますんで、ですね、私はですね、こういったですね、入管法の特性とですね、さらにそこに複雑に書き込んだ形によってですね、結果として非常に外国人受け入れ制度だけではなくて、私どものですね、本当に国の労働市場や産業構造すらも変えていくような、そんなですね、制度を実質的な議論がこれからできていくのかと、
ということに、ね、大変懸念を持っておりますので、その点はです、ね、大臣としても、まあ、政府としてもしかとです、ね、受け止めていただきたいと思っております。でですね、大臣、これ入管法というのはです、ね、まあ、歴史もありましてです、ね、非常にです、ね、その都度その都度変更されてきた、まあ、そういった内容だと私も理解をしております。まあ、戦後のですね、黎明期の頃は私は分からないんですけれども、例えばですね、私1990年、これ完全にバブルのですね、絶世期の頃、まあ、たまたまですね、原宿の路地裏にですね、まあ、居候住まいをしておりました。でその頃はですね、もう代々木公園に行くと多くのですね、中東からの外国人がですね、溢れ返ってたんですね。で実際に、まあ労働力として働いていたというのはこれ紛れもない事実です。でただですね、まあ、不正で入国してくる就労する人たちも増えてきたということで、まあ、1989年のですね、入管法改正で、まあ、特にですね、中東のある国の方たちが、今まではビザなしで来れたものがビザが必要になった。で結果的にあぶれてですね、なかなか職がないということで、代々木公園そして上野公園、これも本当にですね、中東の方たちであふれてましたよ。で聞けばですね、本国ではブローカーがいて、パスポートをある程度のお金で渡す。で加えてですね、単語は原宿と上野、この2つだけの単語を聞いて本国から来ると。で成田からですね、この2つの単語を頼りに、原宿なら代々木公園、上野なら上野公園に行くと、もう同胞が待っていて、住まいからそして仕事まで世話をするという、こういうシステムになっていたということを聞いております。でそれがですね、いざバブルが崩壊して、それまであふれ返っていた代々木公園には扉が閉ざされて、そしてですね、まあ、5つか6つのですね、言語で立ち入り禁止と、日本人も立ち入り禁止になったと。でこういったことをですね、国内外から見て、日本人というのはどうしても景気や経済優先なんだなと。本来労働力というのはこれは物ではない、人がやってくるわけですから、いざやってきたときにですね、どうやってその人たちと共生していくか、こういったですね、ことに対してやはり配慮が足りないのではないかとずっと言われてきました。で現在のですね、技能実習生にも、まあ、この負の側面があると言われていますし、現実に私たちも技能実習生の非常にですね、生活や雇用環境の処遇が悪い方たちの話を聞いても、そのような部分があると思っています。ですので、ね、ここから大臣の、まあ、見解を求めたいんですけれども、やはり、ね、継ぎはぎでその場のです、ね、経済や景気状況 で 労働力不足を克服しなければいけないのは我々もよく分かっているんですけれども、そのことと外国人という人を受け入れることの、この法的なです、ね、制度の整合性をしっかり合わせていくということが、私は今の時代大変重要だと思っているんですよ。それについて私は、ね、山下大臣に本当にね、万有を振るっていただきたい、まあ、このことをですね、まあ、改めてお聞きしたいんで、大臣の決意もですね、まあ、これから本当に午後登壇しますけれども、改めてこの大臣所信質疑ですんで示していただきたいと思います。山下法務大臣。これありがとうございます。同じ世代、同じくするものとしてご指摘の光景目に浮かぶものでございます。でそうした中で、法務大臣を拝命いたしまして、ぜひやらせていただきたいのが、一方でやはり外国人、まあ、今260万人も日本に外国人がおられる、そういった中で、そしてさらにこの法案を認めていただけるのであれば、そう我が国において働いてくださる方、力を貸してくださる一定のスキルを持った方が増えるんだろうというふうに思っております。そうした中で、多文化共生社会を、このオリンピック・パラリンピックの競技大会も控える中で、日本でしっかりと実現したいという思い、これはございます。ただ他方で、その法務大臣として、例えば先ほどご紹介した入管法7条における、我が国の産業及び国民生活に与える影響、その他の事情を勘案して法務省令などを定めて運用しなければならない、そのこともやはり考慮しながら、その両立をしっかりと図ってまいりたいというふうに考えております。黒岩君。ありがとうございます。まあ、経済界からもですね、強い要請が上がってきているのも分かります。私のもとにも届きます。また地方もですね、農業や建設現場からもですね、本当にこのままでは産業自体が持たないという声も聞いております。
この部分を我々は決してないがしろにするつもりはありません。大変大事です。と同時にですね、くどいようですけども AI とかですね IT とかではないわけですから、やっぱ人の力を借りる限りはですね、そこに対して特に人権をですね所管する省庁の大臣として、そこはしっかりとですね二兎を追うものは二兎を得るような、そんなですね丁寧な綱さばきをしていただきたい、このことをお願い申し上げましてですね、大臣所信に対する質疑とさせていただきます。どうもありがとうございました。以上で黒岩孝弘君の質疑は終了いたしました。次に藤野康文君。藤野君。日本共産党の藤野康文です。山下大臣は所信の中で外国人材の受け